さて、そろそろレンのとこ行くか。つうか、サッカーボールなんて、とっくの昔に捨てたと思ってたのに。母さんが取っておいてたなんてな。空気入れりゃちゃんと使えそうだし、リフティングくらいならこれで。お。アキトじゃん。ぎ。はい、ストップ。ねえ、出かけるついでに。今日はバイトがあるから夜まで戻らねえぞ。はあ？まあ、コンビニ行かせるつもりだったのに。っていうか、サッカーボールなんて持ってバイトに行くの？これは別件。知り合いにリフティング教える約束してんだよ。つうわけで、コンビニにはてめえで行けよ。じゃな。危うく走らされるところだった。今日はリンも一緒なのか。えいえい。んじゃあまずは10回目指してみっか。え？ほらよ、トヤ、リン、ちょっと離れてた方がいいぞ。ん？よーし。え、ふふ。おい、上にちゃんと蹴らねえと10回も続かねえぞ。うわ、あんまり高く蹴る必要ねえぞ。あとボールを蹴る位置はつま先じゃなくて足の甲な。まあ、今の感じは良かった。それ忘れないようにな。それからボールを蹴るとき、もう少し膝は伸ばした状態を意識するといいぞ。その方が変な力や回転もかからなくて続けやすくなる。うん、ファイト。あら、あ、メイコさん。ジョース。ありがとうございます。うつ？あ、確かに。さっきの教えている時の姿は、まさにそんな感じだった。お兄さんね。柄じゃねえけど。上に兄弟がいるより、そっちの方が気楽かもな。そうっすね。たった一年先に生まれただけだってのに、ことあるごとに偉そうにして、人を平気でパシリに使う最悪なやつですけどね。でも仲はいいんですよ。普段も友達のように名前で呼び合って。おい待て、トヤ。名前で呼んでるのは仲がいいからじゃねえからな。え？え？じゃねえよ。俺はあいつを姉って呼ぶのが嫌だから名前で呼んでんだよ。そうなのか。ああ。つうかお前は、人を目覚まし代わりに使ったり、パシリに使ったり、荷物持ちにしたりするような奴を、姉ちゃんって呼んでやるのか？呼ぶと思うが。
ふふ。はあ、はあ、ちょっとアキト、ほっぺたとか膝とかまた怪我してるじゃない。サッカーの練習してきたんだから、怪我くらいしてて当然だろ。こら、どこ行くの？こっち来なさい。消毒してあげるから。やだよ。お前下手くそじゃん。はいはい。嫌なら怪我なしで帰ってくれば？っていうか、そっちこそ、下手くそだから怪我するんじゃないの？それに、何その花。赤くなってるんだけど、赤い花のトナカイとか季節早くない？うっせ、これはチームのやつがパスし損なって。はいはい、いいからさっさとそこ座ってよね。アキト、どうした？ああ、いや、昔怪我して帰ると、ヘナのやつ、やたら怒って消毒してやるとか、絆創膏貼ってやるって、うるさかったなーってことを思い出してた。そうか。そういうところは、やっぱりアキトのお姉さんなんだな。昔の話だけどな。あのさ。もう、今行く。